はい、ということで、前回もいろいろ聞いていきましたけども、ね、MVP 海外でオーストラリアでオーストラリアで MVP 選手まで行って MVP MVP で、ね、取って、でこれからっていう時にコロナが来て、帰ってこなきゃいけないと、いうところで、まあ、それでたまたまツイッターで見て、中学時代のチームメイトが東京で社長をやってるというので、たまたま連絡したっていうところが今につながるわけですけれども、もうそこで決めたの、一緒にやりたいですって決めました。なるほど、即決です。即決、やっぱ稽古を見ててどの辺がもうぶっちゃけ変わってたなっていうのはあるの？その当時なんですけど、当時はやっぱこう K は試合に出れないとか、メンバーから外れるとか、そういう状況が多かったんですけど、その時にこう自分に矢印を向けず結構外に向けてたタイプなんですよ。監督がとか自責じゃなくて他責タイプだったんだよね。でこう常に舌打ちして切れてるとかも知ってたので、その K がめちゃめちゃ自責になって、器も広くなってちゃんとしてる大人になってたわけや。そうです、あのままの K ではなく、人が変わったかのように成長してて、なんか成し遂げたんだろうなっていう余裕感もあって、だからその性別が変わったと名前が変わった以上に人としてのなんか変わってたり余裕があったりなんかみたいな、そもそも会社の社長やってるしみたいな、そっちの変化の方が、どうしたのっていうのがあったわけだ。衝撃的だったんだあの経営がみたいな。でじゃあそこからじゃあやりたいってなって、どういう風な感じでスタートするの？最初その経営が話を聞いた時に、スポーツと一緒だなっていうのがめちゃめちゃ感じて、やっぱ頑張ったら頑張った分だけ自分がこうステップアップしていくとかもそうだし、そこにも魅力を感じたんですけど、なんかやってみたら思ったように全然いかなくて、もう1週間とか2週間後にはスタートしてたの？あ、そうです、もうすぐ。あ、もうすぐやりますって言って、でもう一回ビギナーからスタートで、はい、全然思った通りにはいかなくて。あ、そうなんだ。最初は何、コールセンターでしょ？コールセンター。何のアンケートかやったの？あのマノマをやってます。あ、なるほど、畑谷ですね。あ、そうなんだ。やってて、で、K も多分かなり噛み砕いて説明もしてくれて、理解してたつもりだったんですけど、あまりにもできなくって、入って3日でちょっと K 話があるって言って、泣きながら、やっぱやめるわって。そんな感じだったの？そんな感じだったの？そうだって確かにずっとスポーツやってるし、いきなり営業でもうわけわかんないもんね。商材知識から何からもう。ほぼ社会人初めましてだったんで、まだ8時間オフィスにいるっていうことも無理で、でオーストラリアで自由に生きてたので、確かについ最近までね、社会っていうのが、やっぱ無理だわって思って、3日で辞めるって言いました、言って。でそっからそこから、話をして、こうやっぱり自分の将来を考えた時に、ずっとスポーツってできるわけじゃないし、その引退後どうせ働く上でやりたくない仕事だったりとかをやるよりも、自分で力をつけて自分の人生豊かにするっていうチャンスだったり可能性だったりとか、やっぱその K の姿を見た時にこうなれるかもなっていう、その魅力的な部分に惹かれて、やっぱ頑張ってみるかっていう風になりました。なるほど。よし、やっぱ頑張ろうってなって、そっからどうだったの？そっからは早かったですね。あ、結構やっぱり意識を変えるだけで、あ、結果も出だしてとか、そういうこと、なんとかすることはたけてたので、なんとかして3ヶ月ぐらいでもうリーダーに。具体的になんとかっていうのは何？そのいっぱい練習したとか人に聞いたとか、なんか何を変えたの？素直に学びに行くっていう部分を徹底して、多分変なプライドもあったし、そりゃあるよね。やっぱ私はもともとプロフェンティアラリアだよ、プロフェンティアって言われるとね。で当時の拠点には元フリーターとか、社会人経験ない 10代とか、そういう子たちしかいなかったんで、なんだよってちょっと多分どっかで思ったけど、でも先に進んでる人には変わりないので、そういう人たちに素直に聞きに行けるようになってからは早かったです。そうかそうか。じゃあそれで3ヶ月ぐらいでリーダーになって、でそっからは？そっからがかなり苦戦をして、やっぱ人材育成が全くうまくいかなくって、人の気持ちが全く共感ができない。なるほど。そこでつまずいて、1年半ぐらい作ってはやめ、作ってはやめをずっと繰り返して、新人さんがすぐやめちゃう。
どっちかというとバシバシ言っちゃう方ってこと。最初はスパルタってこと。そうです。なんでできないのとか。あ、詰めちゃうんだ。それができない意味が分かんないとか、うん、あ、自分でやるって言ってここに来てるのになんでやらないのみたいな感じでした。もうガン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 詰めちゃうんだ、はい、うん、スポーツやってた人にありがちな感じの。ああ、そうですか。もう先輩後輩でやってきてる、うん、やれよみたいな。そうそうそう、やるのが当たり前で生きてきたんで、そうそうそう、気持ちが分かんなかった。じゃあもう入ってくるけどみんな自信失ってやめてっちゃってみたいな。そうです、うん、でその後100ゼロで、うん、次はよしよしするような感じの、うん、なんかお母さんマネジメントみたいな感じになっちゃって、うんうん、いいよいいよ大丈夫できてるよすごいすごいみたいな。あ、めっちゃ優しいんだ。そう、うんうんうん、になると、うん、ガンって言った時にみんなやめちゃうみたいな。あ、結局ね、この塩梅っていうかバランスが本当に分からなくて、うん、1年半ぐらいずっと同じこと繰り返してありました。うん、なかなかずっとうまくいかない中、こうそこでまたね、やめようとかダメだとかそういうのはなかった。は全くなかったです。うん、それ以降は、あの3日目以降は、それ3日目以降はなかったです。やっぱやると決めたらやりたいんだ。そうです、成し遂げたいし、うん、やっぱ負けたくないのはずっとあるので、プロのフットサル選手と両立しながらっていう。そうそうそうだよね。だからすごいんだよ、仕事をちゃんと普通にやってやりながらもうそっちも続けてたもんね。そうです、うん、そうだよね。練習とかって何時からだったの？練習は8時からなんですけど、夜の8時からチームが茅ヶ崎の湘南のチームなので、稼働全部入れないんですよね。6時に上がって、うん、途中で抜けて練習に行ってたので、そっからだって東京から茅ヶ崎まで行って で8時から練習したって何時終わるの？11時まで練習で、うん、終電で帰ってくる、うん、すごい、やばい。やばすぎる、うんうん、経営者目指しながらプロのリーグでもやってたわけでしょ。とんでもない。やばすぎるよ。それを継続してたんだから、はいはいはい、うん、今でもやってるの、そもそもだけど、はい、今もやってます、うん、今も社長業やりながら、うん、夜は練習しに行ってんじゃん。はぁ、今日この後違った練習すげえ。もうマジですげえ。それはもうあれでしょ、神村学園で教わったアチチュードでしょ。本当にそうです。マジですげえな。4ブレンが当たり前だったんで、はい、なんともない。そこに関してはもうタフでいけるっていう。全然なんともないです。現役のプロフットサル選手は、はいはいはい、そっか、もうそこだけ聞いてたらもうそこを頑張ってうまくいかないところみたいなね、よくこう、うん、オーナーとかの話があるけど、それプラスアルファそっちがあって、でそっちはそっちでなんかどうなの、うまくいってたの？その研修中いろいろうまくいかない時期があった中で、はい、フットサルの方は意外とうまくいってて、はあ、こっちの研修でうまくいかないことを、うん、結構みんなそれを家に帰って持ち込むじゃないですか、うんうんうん、でも私はフットサルで発散みたいな感じで、おらーってそっちでガンガンシュート決めてなってたのと、やっぱこうチームで動いてるっていう以上、うん、結構メタ認知ができてて、うん、やっぱビジネスも一緒だなとか、うん、スポーツも一緒だなっていうのが、うん、毎日こうインプットとアウトプットをやれてたっていうのは、うん、多分大きくって、うん、なので全然大丈夫です。変に落ち込むとかっていうのはなかったってことね。なかったです、うん、なるほど、そうかそうか、うん、そんな中何がきっかけでこう変わってきたとかあるの？まあいろんなきっかけはあったんですけど、うん、素直に学び続けるっていうことだけは本当にやめてなくて、うん、こう点をずっと打ち続けてたんですよ、うん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 、でなんか今日もこれできた、学べた、楽しいみたいな感覚はずっとあったんですけど、うんうん、それがどうつながってるのかっていうのは全然分かってなくて、うん、毎日すげえ楽しい、今日これ学んだの繰り返しだったんですけど、うんうん、なんかある時それがブワーって線につながって、はあ、あーなるほど、うんうんうん、なんかあ、これもこういうことか、これもこういうことかってなった瞬間に状況がブワーって進んで、半年でチームがすごい大きくなったって、うんうん、なるほど。いやでもあるよね、そのなんか一個ずつ一個ずつこうやってきたことがある時、パッと自分の中であ、こういうことかみたいなね、感覚がつながる時、うん、それがあったわけだ、はい、だから学びをやめてなくてよかった。いや違いないよね、うん、結局歩みを止めずにやり続けると、うん、なんかある時にパッとね、うん、それが多分サッカーから来てて、目が出てない時とか試合に出れない時も、うん、じゃあその状況で何ができるかっていうのを常に考えてやり続けてたので、うん、それがビジネスでも同じように生きたなっていうふうにはすごい感じます、うんうん、そうかそうか、うん、でそうやってやってきた結果、その日が来るわけだよね。はい、来ました。どうでしたか、オーナープロモーションの日は。
はサプライズだったんですけど、うん、はいはいはい、まあでもみんなの動き見てたら、うんうん、おそらく今日だろうな、なんか予想はできてて、あるよね、予想はできてて、でもまあ実際にこう呼ばれると、うん、もうすごい感極まって、うん、涙が止まらなくて、ほんと、はい、いつだっけ、2月5日です。あー、本当、その時にこうみんなが映像とかを作ってくれたんですけど、はいはいはい、いろんな、うん、なでしこジャパンの選手とか、そうだよね、あ、そう、すごかったよね、すごかったよ、あれコメントをもらって、うん、すごい嬉しかったです。あ、実際オーナーになってみて、うん、今でどれぐらい半年社長になって、もうちょっとで1年もうちょっとで1年1年だ、うん、どうですか、こうどう何が変わったとかある？選択の幅が広がったっていうのがめちゃくちゃ大きいのと、うん、肩書きは経営者っていうのがつくので、うん、現役のプロフットサル選手兼経営者って、うん、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。めちゃくちゃかっこいいかっこいいよそれでちゃんとやってるわけだもんね、何だって社長じゃなくてちゃんとやってるわけだからね、はい、人事業主ではないので、うん、そういう部分でも周りにこう影響を与えるっていう部分でもいろんな意味で自覚はかなり出てます。フットサルやってる子たちとかなんて言ってる社長なんて、もうすげえみたいな社長もやってるんですかみたいなありえないみたいな感じ、うんうん、で、まあ、若い子たちとかはもうすごいこ こういう存在で見てきて、いやー、そういう風になってるんだ、はいはい、じゃあ、あの時だからなでしこジャパンの代表を見たよ、ああ、そうです、ね、すごい人いるみたいな、あのカンナさんってなってるんじゃない確かにスポーツやってるとビジネスと全く分かんない世界だもんね。そうです、うん、そっからなんかいろんな選手とかともなんか食事行ったりとか、そういうのもあるの、いろいろ聞かれる、聞かれます、うん、みんな今一斉に頑張ってるんですけど、うん、やっぱどこかに将来の不安だったりとか、セカンドキャリアっていう部分をもう考えてる子たちがやっぱ多いので、ね、どういう仕事してんのとか、うん、どういう風にやったらいいかなっていう相談も来たりとかは結構あります。なるほど、なるほど。ちなみにご両親とかどうなの？経営者目指してるとか一切言ってなかったんですけど、うんうんうん、オーナーになったっていうのを伝えたら、うん、めちゃくちゃびっくりしていて、お前がみたいな心配されてない大丈夫なのみたいな、それ大丈夫？全然大丈夫。あ、それ大丈夫なんだ、はい、このチャンネルはその20代のキャリアアップとか起業に向けてね、うん、頑張ってる人たちが見てるので、うん、もうみんなに何かアドバイスとかね、はい、何かあればちょっと、カメラに向かってお願いします。たった1回しかない人生なので、うん、こうやりたいなって思った時にやるっていうのが本当に重要かなと思ってて、うん、やっぱ人生で今が一番若い日なのは間違いないし、うん、後からやらなくて後悔するよりも絶対今やりたいと思ったことをやった方がいいなと思うので、うん、ぜひチャレンジし続ける人生にしていただけたらと思います。おー、分かりました、うん、はい、なんか今後なんかありますか、こう自分の中でのこうプランというか。今後はそれこそスポーツ業界の人たちをどんどんうちの会社で救いたいと思って、うん、救うっていうのはセカンドキャリアでこうね、うん、やっぱスポーツを頑張ってきた人の能力とか、うん、問題解決能力もそうですし、うん、何かに特化して頑張れる力って才能だと思う。確かにそうだね、うん、確かに。やっぱそういうのってビジネスでは全く違うけど本質的な部分っていうのは一緒だと思うので、うんうん、確かに。その頑張れる能力をうちでこう、うん、なんかサポートとかしてあげたいなっていうふうに思ってます、うんうん、そうだよね、うん、いや、それはぜひぜひ。そうですよね、積極的に進めてほしいし、うんうん、でもまあ今後もどん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 そういう人が増えて実績が出てくれば、うん、スポーツのセカンドキャリアといえばうちみたいな、うちっていうかんなちゃんとそれ目標にしてます。いやー、すごい素晴らしいですね。ぜひちょっと今後とも考えてほしいなと思います、うん、会社のインスタとかホームページとかなんかそういうのもあるんだっけ？あ、ホームページとインスタグラムがあります。わかりました。じゃあその辺はですね、概要欄の方にも貼っときますので、うん、興味がある人はぜひ見てみてください、うん、ということで、はい、じゃあ今日はありがとうございました、うん、ありがとうございました。素晴らしい。